家中港有林木と影屋木イグアナカバシリスク族に分類されるトカゲ。エルサルバドル、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコに自然分布。アメリカ合衆国に移入。全長60から70センチメートル。和名の乃木原は漢字では、乃木原もしくは、棒原と書く。乃木とは、稲や麦の種子にあるとげのことで。 本種の覆面の鱗に、乃木のような棘状の盛り上がりが入ることが和名の由来。体色は褐色で、粉炭や目から胴体側面にかけて、明色の筋模様が入る個体もいる。尾は長く全長の半分以上を占める。生体のオスに頭頂部や背面、尾に、トサカや尾が発達する。グリーンバシリスクに比べ背面や尾のクレストは、 発達せず頭頂部のクレストも一つしかないが、頭頂部のクレストは、バシリスク属では最も発達する。メスや妖体はクレストが発達しない。水辺の森林に生息し、水上に張り出した木の上にいることが多い。驚くと水中に飛び込んだり、格子だけで立ち上がり走って逃げる。その際に短距離であれば表面張力を利用し、水面を走り抜けることもある。 食性は肉食性の強い雑食性で、昆虫類、小型爬虫類、小型鳥類、小型哺乳類、果実等を食べる。繁殖形態は、卵性で10個前後の卵を産む。ペット用として流通されることがあり、日本にも輸入されている。主に繁殖個体が流通する。飼育された個体はあまりクレストが発達しないとされる。驚くと、ケージ内を走り回り、 分担を潰してしまうため、飼育には、広いケージと落ち着いた環境が必要。幼体から飼育すれば人や環境に慣れることもあるが、場合によってはケージを暗幕で覆う等の対象をして、外部から刺激を受けないようにする。また水辺の高温多湿の環境を好むため全身が、浸かることのできる、水容器や、ケージ全体を保温する設備も必要になる。ありがとうございます。